皆さんどうも、ゆっくり霊夢です。今回もよろしくね、ゆっくり魔理沙だぜ。今日は21時からなでしこが五輪出場に向けて大事な2戦目、ウズベキスタン戦だね。レギュレーションは複雑ですが、確実に次に進むためには必勝ですね。そうだね。2位通過なんて考えてないだろうし、相手の実力的にも日本が勝利を収めるのは濃厚ではあるんだけど、何が起こるかわからないのがサッカー。気を引き締めて試合に臨んでほしいね。ですね、ましてやこの試合はウズベキスタンで行われてるわけだし。昨日は前日練習が行われ、インド戦で先発したメンバーはゴールキーパー平尾を除けばリカバリーに重点を置いたメニュー。中2日という日程を考えてもスタメンは大きく入れ替わりそうですね。だね。インド戦で鮮烈な印象を残した中島吉野や経験豊富な直本、あとはディフェンダーラインも高橋を除けばフル出場。人数的に総入れ替えはできないけどもディフェンダーにはワールドカップメンバーの南がいるし、インド戦ではアンカーに入った熊谷もこの試合ではセンターバックに戻る可能性もある。そして攻撃陣ではワールドカップ得点王の宮澤、フォワードの植木、右サイドバックの清水らがインド戦では未出場。ウズベキスタン戦では豪華なメンバーがスタメンに名を連ねそうですね。ここまでの戦いぶりについて、右サイドバックの清水は、インド戦は追加点がなかなか取れなかったが相手が中央を固めて、ブロックを敷いて頑張ってくると難しい展開にはなりますし、焦りすぎずにプレイすることも、こういう大会ではすごく大事になってくるのかなと。とチーム内でもどっしり構えて、という形でこの予選を戦いつつも、吉野がインド戦で2ゴールにアシストをして、違うポジションの自分も影響を受けて、やってやろうと思っていますし、良い切磋琢磨ができるんじゃないかと思います。とインド戦、ウズベキスタン戦でのターンオーバーはチーム内の競争にも良い感じに作用しているようだね。そしてインド戦では後半33分に投入された左サイドの遠藤も、ワールドカップが終わってから、新しい選手も加わった中で、個人個人がレベルアップしていると思います。その各自の力を合わせていくだけだと思いますし、アジアの難しい戦いの中でも自分たちが積み上げてきたプレーを、しっかり出せれば無失点で、得点もいい形で取れると思います。少ない練習の時間ですが、全員で合わせていきたいです。と頼もしいコメントを。ウズベキスタン自体は格下と言っても良い相手ですしね。あとは守備の部分だね。インド戦では終盤にフリーキックから少し危ないシーンもあったけど、ウズベキスタン戦、ベトナム戦も、自分たちがボールを持つ時間が長くなる可能性がある中で、守備では背後に抜け出されてのカウンターやロングシュートに対して、数は少ないかもしれませんがディフェンダーラインと連携して対応したい。とゴールキーパー平尾も気を引き締めている。展開としてはやはりインド戦のような形が予想されるね。そうなると先制点はもちろん、早い時間での追加点が大事ですね。ウズベキスタンは初戦でベトナムに勝利を収めているんだけど、ベトナムは去年のアジアカップにてベスト8、FIFA ランキングにおいてもアジアで上から5番目で34位。日本、オーストラリア、中国、韓国、その次にはベトナム。女子サッカーは上位と中堅の差がとても大きく感じますが、それでもアジアの中堅どころぐらいの実力ですね。ウズベキスタンはFIFAランクは50位と順位的には格下ながらベトナムを下し、アジア競技大会でもベスト4。北朝鮮に8対0と大敗したものの、アジアの中では成長著しい国の一つと言っても良い国だね。そして今回はホームなわけだし、気の抜けない相手ですね。そしてこの急成長には日本からの支援もあってのことなんだよね。日本サッカー協会はアジアにおけるサッカー発展を目的として、アジア各地に指導者を派遣してるんだけど、2022年2月にウズベキスタンの女子サッカー発展のために本田緑氏、堤隆氏の2名を派遣。本田監督、堤ゴールキーパーコーチとしてウズベキスタンを現在も指導してるんだよ。それで近年実力をつけてきてるとしたら日本としても誇らしいですね。この派遣にはウズベキスタンのサッカー協会からも、昨今日本はワールドカップの常連となっており、日本人指導者は豊富な国際経験を有しています。ウズベキスタンの女子サッカーを新たなレベルに引き上げ、発展させるために、経験豊富な日本人指導者を招聘しました。2011年になでしこジャパンが世界一になったように、ウズベキスタン女子代表チームも将来そう願いたい。とこの招聘の目的をコメント、そして赴任した本田監督も、国家を挙げてサッカーを発展させ、強国にしたいという思いを強く感じました。と意気に感じて指導を行っている。そのウズベキスタンの当時の状態について本田監督は、35年前の日本みたい。と端的に伝え、ゴールキーパーコーチの堤氏も、テクニックや判断の部分で不安定な選手が多いと感じます。
試合を見ても、関わりが少なく、状況に応じた味方への戦術的なコーチングができない選手が多い印象。と現状を伝え、その理由についてもゴールキーパーは未だに旧ソ連時代から続くトレーニングがメインだと分析。フィールドプレイヤーとの全体練習では、監督が戦術的な話をしている時も、ゴールキーパーだけ別の場所で休憩をして話を聞かない風景がどのクラブに行っても見られました。と現状を伝えている。ゴールキーパーを含めた守備を考えたら戦術を聞かないなんてありえないし、今はゴールキーパーがビルドアップに参加する時代ですからね。それだけウズベキスタンは前時代的だったということだろうね。そして就任直後の初めての試合の対戦相手はなんとアメリカ。アジアカップにも出場できなかったウズベキスタンと世界屈指の強豪のアメリカ、2試合行い、9対1、9対0と連敗したんだけど、そこから本田監督、堤ゴールキーパーコーチはチームを指導し、ここまで勝ち進んできたということだね。想像しただけでも大変ですが、アジアサッカーの発展に尽力したお二人には拍手ですね。日本とインド戦ではもしかして無観客？というぐらいお客さんも少なかったのが印象的だけど、ウズベキスタンとベトナム戦の試合の動画を見ると結構お客さんも入ってて、盛り上がってきてる感じもある。ウズベキスタンはサッカー人気は高いものの、男子を含めてワールドカップや大きな大会への出場は未だに果たせていない。二次予選で日本に勝てなくても2位になればまだチャンスはある。そういう意味で国内でも盛り上がってるのかもね。日本が対戦相手じゃなかったら応援したいぐらいですが、勝負は勝負、しっかりと勝ち切ってほしいですね。実力をつけてきた新興国、アウェー、そして日本を知る監督。池田監督もウズベキスタンと同組になった際には、本田さんが監督だし、日本をよく知っているコーチもいる。と本田監督、堤ゴールキーパーコーチがいることを警戒していたし、なでしことの初対戦となった本田監督は、真摯にサッカーに向き合って人の輪が増えた。選手の目の色も変わった。と今のチームに手応えを感じ、ウズベキスタン女子代表のレベルはなでしこリーグ一部の中位ぐらい。となでしこリーグの岡山湯の郷や長野で監督を務め経験から分析。日本の失点パターンを何十年も見ている。球を放り込んだら面白い。と対戦が決まった際は不敵な言葉を残していた。しかし直近のインタビューでは、現実を知ればいい。寄せが甘いとシュートを打たれるし失点する。パススピードが遅いと引っかかる。とウズベキスタンにとって日本との戦いは貴重な機会だといい。今回で結果を残せば、協会が認めてくれて、そのバックアップが一番大きい。日本のように力を入れれば、何年後かにワールドカップに出場できる。と今の強化が続けばウズベキスタン女子そのものの未来は明るいというコメントを残している。実際にウズベキスタンのサッカー協会は直接的バックアップの他にも、スポンサーを広く募っており、そのオフィシャルスポンサーに、名古屋市の中小企業が名乗りを上げるなど、日本人指導者が来てから、強化が良い方向に進み出してるだけに、お互いにこの試合が実りある試合になれば良いよね。本田監督の言うように、ウズベキスタンの選手たちに世界トップのレベルを肌身で感じてもらう展開を期待ですが、負けられない試合なので勝利を期待しつつ同時に、お互いにとって良い試合になれば。ちなみにウズベキスタン女子の過去最大の大敗の相手は日本。1995年と、かなり古いけど、その時は日本が17対0で圧勝。その時と比べて両国がどんな進化を進めてきたか、注目だね。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになるぜ。